話目ということで宇田川先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや昔高校入試の問題に付き合ったことがあってですね、はい、フリーター時代に、はい、学校名は伏せますけど、うん、アルファベットより略称が集中治療室と同じになるところがですね あってですね、はいはい、すごい作文で、うん、ライオンは動物園の檻に閉じ込められているけれども、うん、彼らにも人間と同じ権利を与えなくていいのか、うん、いいと思う思わないどっちでも選んでいいから理由を述べようっていう、うんうんうん、これ何かじゃ正解なんだろう今大学生以上だったら書けますけど、うん、高校生らしい作文ってなんだろうっていうので、うん、全く思いつかなくて常識書けばいいのかなと思いつつも、うん、それでもあるいはネタに走るのかとか、うん、いや結局その辺っていうのは、うんまあ、日本の場合には昔から動物に対して慈悲の心を持ってたから、はい、あんまりそういうことを条文その法律で言う必要なかったわけですよ、はいまあ、それこそ天武天皇、ねうん、その肉食禁止令以来もすごい伝統を持ってますから、はいうん、ただそのヨーロッパとかアメリカ見てると、うん、人権を与えられる範囲が拡大するって形で権利が発達するじゃないですか、うんはい、その中でその動物にも1970年代にその権利を与えようって考え方が出たんですけど、うん、逆に言うとそういう形で発達してきたところだから、うん、その動物に対する権利が何かっていうことはちゃんと議論やられてるわけですよ、うん、で特にその動物解放派なんか言ってるのは要するに動物にも苦痛を与えちゃいけないと、うん、それが大事だって止まってるわけですよ、うん、それ以上はやっぱり動物解放でも言えないんですよ、うん、ところが日本でそれがこう受け入れされてしまうとよく分かんなくて例えばそのカラスをね殺しちゃいけないんだという人がいて、うん、まあまあその動物解放派の人だったんですが、うん、私が前それ聞いた時に、うん、いや私はそのスズメが好きでね、うん、だけどそのスズメのヒナをそのカラスが食べちゃうのは非常に嫌なんだけど、うん、どうしたらカラス取り締まれますかって言ったら答えられないんですよ、うん、そのレベルの話なんですよライオンの話っていうのは、はい、この話が深刻なのは、うんもともとヨーロッパっていうのは貴族だけが人間であって、うん、貴族の土地に住んでいる人間は家畜と同じで動物なんですよね。人間の形をしているものは人間なんですよっていうことを教え込まなきゃいけないのがヨーロッパだから人権を発明しなければいけない、うんうん、この人たちは人の形をしてます人です、うん、日本いらないじゃないですか。いらない。もう万葉集が証明してるんです、はい、本当天皇だろうがホームレスだろうが、うん、同じ人の形してるどころが日本人だって意識も、うん邪馬台国の記述なんかも読むとそれ分かるんですよね、はい、本当にねその有史以来の歴史っていうかもう有史以前からある歴史なんだと思うんですよ、うん、ところが例えばこれは今言うと怒られるかもしれない労働者でも女性でも、はい、実は同じ人間なんだっていう説明がされて、はい、でビクトリア朝時代とかっていうのはこうすごかったですねアフリカの人と猿の骨格は近いから、うん、彼らは人間じゃないみたいな議論を大真面目な生物学の本でやってるんですよ、ね、だから骨相学なんですね、だってシャーロック・ホームズって人種差別が分かんないと何も面白くないと、うん、小説ですよね、うんうん、だから逆にこのドリトル先生が面白いのも人種差別の伝統からなんですよね、はいはい、要するに、うん、あそこで言うとその動物が喋れるから実は動物も人間と同じようなもんだんだっていうのが初めて出てきて、はいうん、でそれが逆に言うとその当時としては画期的だったんですよ面白かったっていうね、はいで画期的どころかもう恐怖なのは、うん、つまり南北戦争のきっかけになったジョン・ブラウンっているじゃないですか、うんうんうん、歌にもなってる、うんうんうん、でジョン・ブラウンっていうのは南部の黒人奴隷の鎖を片っ端から切っていってるじゃないですか、うん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 、あれ南部の白人からしたら、うん、ライオンを片っ端から檻から放っているのと同じにしか感じられないっていう、うんうんそうですね、結局その黒人は動物だったわけですよ、はい、だから逆に動物を狩るのがなんで悪いっていうような形で、うん、豊臣秀次公がね、はい、行ったの批判されたことっていうのは、はい、ルネッサンス時代の貴族の日常の娯楽なわけですよ、はい、だから秀次が本当にやったかどうか分からないですよ分からないですよその摂政関白とか言われながらだから秀次でも信虎でも、はい、そこまでやらなかったと思うんですよ、はいまあ、ただ悪口言う時にねどうしてもそういうふうに言われてしまう、ルネッサンスの貴族って当たり前にやってるわけですよ、はい一番面白かったのはフランスである法律ができて、はい、麦畑で狩りをしないことと、はい、そうすれば生産力が上がるということで実際に生産が上がったらしいんですよどんだけ人間殺してたんだってだから そもそも日本で田畑で狩りをやるってありえないんですよ、うん、だからもう20世紀だ、うん、日露戦争の時にフランスの艦船武官が残してた記録で、うん、艦船武官同盟国のフランス人なんで、はいはいはい、馬が潰れたって
って言って、うん、ロシアの将軍に訴えたら、うん、あのそこの馬になってた将校を殺してどうぞお使いくださいと、うん、ちょっと待った将校レベルでそれだぞと馬に乗れるってことはそれなりに地位が高いのに、うん、いきなりそんな風にされると、うんうん、だからその向こうでその人権、まあ、おっかないのはね、だから人間の感覚、人間っていうのは定義が違ったっていうことがなかなか理解されないと、うん、はい、だからそれは逆に日本みたいな国に不要なことなんですよ、うん、はい、その当たり前のことでしょう、うん、だからペリーが来た時ですか、その初めてその結んだその国際鳥獣保護条約の名らしいんですけど、うん、はい、ペリーの兵隊がバン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 その狩りをやってる日本船でね、はい、で鳥が撃たれてるのかわいそうで江戸幕府の方からむやみに狩りをしないっていうことを申し入れたって話があるわけですよ、はい、でまあそれすごいやっぱり日本が先進的なんですよね、うん、あのそういうイメージっていうかそういうものがね、うん、いやだってイギリス人なんて、うん、あのオーストラリアオセアニアで、うん、カンガルーなんか飼ってもしょうがないからって言って、うん、タスマニア人見直したじゃないですか、タスマニア全滅したっていうね、本当に最後の一人までね、うん、あの殺したっていう、うん、あれだけじゃないですか、ジェノサイド の規制犯、うん、いやだから、ね、しかも娯楽でやったっていうね、うん、それがすごいなっていう、アメリカ大陸でも随分すごいことありましたし、うん、まあ、すごいことの連続で、うん、逆に言うとあまりにもすごすぎて日本人としてはピンとこないわけですよ、はい、本当にあったのかなっていう、うん、っていう、うん、いやそれと比べて、まあ、今平安時代が大河ドラマの話題になってますけど、うんうん、あの事実に関しては殴り合う貴族たちっていう、うん、ものすごい名著があってですね、うんうんうん、平安貴族たちは、うん、もう本当北斗の拳の頭の中では世界だから、うん、なんか火山院と藤原のコレチカが、うん、なんか不良の喧嘩みたいなことしてて、うん、なんか俺の家の前通ってみろって火山院が、うん、挑発したんで、うん、コレチカだか誰だか高家だかが、うん、暴力団みたいなの連れ武士たちを連れて乗り込んでいったら3倍の兵力で待ち構えてたとか、で本当道長を暗殺しようとしたり火山院乱闘事件で2人殺されたりしてるじゃないですか、うん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 、っていうことは起きるし、で やらせた貴族たちは、うん、あのまあ、お咎めなしになるようなエコひいきはあるんだけれども、うんうん、悪いことだって建前はあるんですよね、ありますよね、そうですね、うん、いや人は殺しちゃいけませんという建前の中で貴族だからいいだろう、うん、見逃してくれよみたいな世界なと、うん、何が悪いの、うん、っていう世界は全く違うんだっていう、うん、そうなんですよ、だから殺人というものが結局その基本的には全員人間でね、うん、だからその中に階級があって、はい、まあ、階級が上だから殺人しても多めに見てほしいっていうレベルとね、はい、そもそも人間じゃないものを殺して何が悪いんだと、うん、虫けら踏みつぶすと同じ感覚ですよ、うん、その差っていうのは実は似てる、昔だから似てるように見えるけど天と地ほど違うわけですよ、はい、うん、だから外形的に人を殺して貴族が貴族だから許されたって、うん、そこだけ取り出して一緒だって言いがちな人多いんですよ、うん、違うんですよね、うん、結局あの文学部史学科的に資料を読んでこの事実がありますって言って、で読書感想文的な評価をするのと、うん、そこで法学の知識でもって、うん、法学を隣接学問だから輸入して評価するのは全く違う、うん、そういうのがなかなかですね文学部史学科の皆さんには認められなくてですね、うん、いやまさに先生ほら試みようとしてるね、はい、その隣接分野のね、はい、融合なぜそれが必要か、はい、お互いそのどっかの常識はどっかで全く無知なわけですよ、はい、その常識を知ることで全くその今まで悩んでたことが解決されることがたくさんあるわけですよ、ね、はい、うん、だからそこで建前が成立してるかどうかって、うん、だから資料だけ読んだって分かんなくて、うん、やっぱりあの文学部史学科でも法政史っていう分野が独立してあるので、うん、法学部と文学部と両方にまたがってるんですけど、うんうんうん、法学部出身の人って、うん、あの文学部史学科的な手法に弱いかもしれないけれども、うん、文学部史学科の人で法政史やってないと、うん、結局そこに建前が成立してるかどうかは資料から読み取れないんですよね、うん、私立実証主義のやっぱ一つの欠点っていうのが出てきて、うん、まあ、そこでやっぱり本来演疫法が必要なわけですよ、多分野からのね、はい、もう実証主義、まあ、素朴実証主義と私は呼んでます、うんうんうん、素朴と書いてクソと呼んでますけど、ね、いや本当あの人だ、素朴実証主義の皆さんって、うん、あの読書感想文ですもん、ね、うん、隣接学問輸入してください、うん、それでですね、まあ、話を本題に戻しますと、うん、はいはい、この自由主義憲法草案には道徳は書き込まなかったです、うん、はい、あの保守の皆さんが家族を尊重しようって書き込みたがるじゃないですか、うん、書いてどうすんの、うんうん、いや冗談抜きで、うん、あのそういうのが2012、3年頃、うん、あの保守系の憲法改正案が出てきた時、話題になった時に、うんうん、じゃあ憲法と教育勅語の違い分かってますか、うんうん、
いやなんか教育直後の内容憲法を書き込もうって言ってる時点でそれは足部憲法学にミスリードされてます。うん、だから家族を尊重しましょう、家族を大切にしましょう、兄弟夫婦仲良くしましょうと、うんうん、言った時に、うん、いやそれは正しいですよ、でも法律になった時に裁判規範足りるんですか、うん、だってもう夫婦仲良くしましょう、うん、じゃあ夫婦喧嘩多いと裁判かけられるんですかね。うん、いやだからね、そのともかく先生がもう、はい、一番こう自分なんかもこうそうだったのは、書かれてること以外をやってもいいのか、はい、まさにそこなんですよ。そうです、逆にそれが一番おっかない部分でもあるわけですよ。そうなんです、はい、うん、だからその人権の問題でも、その家族の問題でも、はい、書かなきゃいけないのかどうか、うん、逆に言うと書いたらは書いた以外のものはどうなのか、はい、そういう問題が必ず出てきて、うん、道徳を載せないというのは、ね、逆に言うと道徳倫理を残しとかなきゃいけない。そうなんです、うん、いやなぜ帝国憲法と教育直後が別に分かれていたかっていうと、うん、憲法は帝国憲法は憲法という最高の法律なので、うん、最低限のことしか書き込まなくて、うんうん、人間社会には無限大に守らねばならない道徳があって、うん、それの主観ではそれぞれの主観だし、うん、時代によって変わるんだから、うん、教育直後が必要だったわけですよ。そうですよね、うん、やっぱりその常識によってね、はい、そのまあ、その色付けするかモデルチェンジも出てくるし、はい、うん、例えば太古の時代からその人間は人間を殺しちゃいけないと日本の中はそういう常識があるわけでしょ、はい、そうするとそのなんで殺しちゃいけないかって言った時に法律で書いてないからだって、ね、まあ、その法律に決まってないからだったらば、じゃあ法律なかったらば人を殺していいのかっていうことになるわけですよ。だからその前にも倫理道徳があって殺しちゃいけないということがあって、うん、まあ、ただその殺した時の罰則とかのためにね、まあ、必要なことが出てくる、うん、成分感も出てくるでしょうけどね、はい、いやだから夫婦仲良くしましょうという教育直後の内容を憲法に書いたとして、うんうんうん、じゃあそれ裁判所で夫婦喧嘩全部火災で扱うの、うんうん、火災とか調停所で全部やんなきゃいけないのって、うん、そんなわけないでしょって、それ自由じゃなくなるわけですよ、うん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 、自由主義憲法と言いながら全部お上に決めてもらうって話の憲法草案になっちゃうんですよね、うん、そんなこと書いてしまう、いや本当に個人生活までね、はい、そういうことに縛られることになって、うん、まあ、例えば内面の心情の自由っていうのも消えてくるわけですよ、はい、はね、うん、いやそれはもうあの旦那とか奥さんがめちゃくちゃな浮気してこのみたいなことになって離婚したいんだけどって言うと、それは裁判所が介入するけれども、うんうんうん、本当さ、もう裁判所が介入しなければならないようなことになる、なった時は来ていいけど、それ以前をそっちで勝手にやれってやんなきゃいけないし、今兄弟だってもっと複雑ですよね、うん、そうですよね。だから例えばそのほら暴力を振るったら、はい、それもどういうふうにするか、まあ、実際にその、ね、うん、DV があったらば、はい、それは裁く法律は必要だと思いますけど、はい、それ以外のものに関して、ね、どうなのかって言った時にね、うん、規定しちゃったらえらいことになるわけですよ。いや兄弟仲良くしましょうって憲法とか法律に書いてですよなんか最後に残していたショートケーキのイチゴお兄ちゃんが食っちゃったって裁判所持ち込むのかと、うん、バカかと、うん、でもあの昔から道徳として、うん、年上の人はね、うん、従いましょう、年上の人は弱いものを守りましょうという道徳があるわけですよ。それは法律とは全く次元の規範として成立するものであって、うん、道徳と法をごっちゃにしすぎてるよ、うん、だから道徳を、ね、教えることは必要だと思うけど、はい、家庭教育、はい、特に家庭ですけどね、はい、道徳を教えることはすごい必要だし、だけどその道徳がなぜ必要かっていうのはその法律が必要なのとちょっと違うっていうね、はい、でも逆に言うと我々人間なんだから、うん、まあ、その何よりも大事なのは道徳でしょうっていうことをね、まず最初にみんな理解しないといけないし、うん、はい、そうすれば自然と人は殺さなくて殺しちゃいけないって分かるわけですよ、はい、だから法と道徳の違いって一番法哲学で一番最初に習って一番難しいから法学部が嫌いになる人多いんですけど、うん、けど、まあ、それを分かった上でこういうことをやんなきゃいけないと。だから私今回のことに関しては徹頭徹尾統治の規範だけ書きました、うん、そのさっき言った権利論なんかね、はい、見てる分かるのは基本的に道徳で孔子様の時代以来、うん、その己のせざること人に施すことなかれ、まあ、これが道徳なわけですよ、はい、その時にその人にの定義をどうするかで権利論が出てくる、はい、まあ、そこの違いがあるわけですよね、うん、だから、うん、相手の尊重っていうのは太古の時代からあると、うん、それをまあ法制化するって
時にね、じゃあ人間の定義は何かみたいなね、人の形をしてたら人間だ、これそうそうそうこれ認めろ、嫌だって言って何百年も殺せやってるわけですからね。マグナカルタ以来ですよね、その人権が何かみたいなのも燃えてるのがね、うん、まあ、もっと言えばもうゲルマン民族のローマ帝国乱入あたりから、うん、あ、まあまあ、ゲルマン族もね、はい、最初は気の毒でしたからね、はい、最後乗っ取っちゃいましたけどね、あ、それでですね、その統治の規範ということですね、はい、条文を一つあの ご紹介したい、上中上先生面白いとお褒めいただいた条文がですね、自由主義憲法草案の第36条内閣総理大臣は衆議院議員の中から衆議院の議決でこれを示す、うんうんうん、この指名は他の全ての案件に先立ってこれを行う、うんうん、という、うん、ここ面白かったですよ、はい、長くしたい人は参議院、はい、で首相になりたい人は衆議院、はい、もうこれ本当にその区分けが大事で、はい、専門的な人間が参議院に必要なんですから、はい、参議院やっぱり長く やれる人でないといけないですよ、はい、で参議院の役割ってこと細かに結構書いたんですけれども、うん、いや両方とも選挙を選ぶのに2つあるんだと、もう1個いらないじゃんっていう話になってしまうので、だから特徴をつけなきゃいけないなと、うん、だ地方分権したければすればいいし、したくないんだやらなくていいにもしてるんで、うん、じゃあこんな感じでっていうことで考えたんですけれども、うん、でまず事実として、うん、日本国憲法下の総理大臣って全衆議院議員なんですよ、うんうんうん、だから総理大臣になりたくて参議院から鞍替えする人結構いるわけですよ、うん、まあ、今の官房長官とかまさにそれですもんね、うんうんうん、だったら最初からあの参議院議員になれるよう しとく必要がないわけで、うんうんうん、意思決定をしたいんだったら衆議院、うん、長く専門家としてやりたいんだったら3人っていうふうに分けておいて、うんうんうん、で、うん、あと総理大臣を辞めたらさっさと議員も辞めた方がいいですよ、うん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 、そうですね、衆議院に規定してそうした方がいいんですよ、ね、はい、だから希望したら3人で、うん、あの終身議員にできると、うん、もう選挙はなくていい、うん、でもっと言えば、うん、あの総理大臣やる人の選挙区なんて鉄板なんで、うん、めちゃくちゃ優秀な人を後継者にすればいいわけです、ね、うん、イギリスなんかそうしてます、うん、あの今の総理大臣も前の、うん、元総裁から選挙区もらってるんですよ、ね、うん、だから当選3回でいきなり総理大臣になれたりする、うん、まあ、結局ね、それでもう一つね、やっぱり専門家って言った時ね、専門家でもやっぱり選挙必要だと思うのはやっぱり学術会議なんかね、はい、ああいうふうに結局既得権でその固まっちゃう危険があるから、はい、とある派閥でまとまっちゃいますからね、やっぱりその選挙もある程度やっぱり必要だなと。だからよくほらイギリスの貴族院ということが出されますから、はい、残念ながら日本には貴族院はいないわけですよ、はい、またにイギリスの貴族院というのは、うん、おそらく誤解されているのは中世以来の伝統だということを、はい、盗賊国家の伝統が分からないとね、はい、で日本盗賊国家なかったですから、はい、まあそういう必要もない、ただ専門家っていうのを、ね、選ぶときに、うん、まあ、全国区でね、その方面の専門家をみんな選べば出てくるわけですからね、うんうん、ではまあ、全国区という制度も思いっきり破綻したんで、うん、まあ、そこであの多様な選び方、今の憲法だと参議院も全部選挙で選ばなきゃいけないんで、うんうん、なんで両方全員選挙で選ぶんだったら、うん、あの有害か不要になるの決まってるわけなんで、うん、なったら多様な構成にした方がいいかなと、うん、で役割を最初から明確にしておいてと、うん、まあ、そうね、役割の明確化っていうのがね分かんないもんで、はい、うん、まあ、参議院不要論が出てくるのもやむなしかなって、はい、いやもう本当に今のまんまの参議院だったら不要論出てもしょうがないと思いますけどね、うんうん、前ほら先生からね、あの、はい、いざという時のためにその参議院がその衆議院の代わりになるんだっていうことで、はい、まあ、自分は非常に納得したけど、はい、でもそういうことがない限り感じないわけですよ、はい、でこの本の最後にですね、意義が、まあ、こういうことを言い続けてきたんで現実政治にどういう影響が出たかっていうと、うん、結局のところ参議院の唯一最大 の、うん、あの衆議院と違う意義っていうのは緊急集会なんだ、あの緊急集会っていうのは枢密院の機能なんだと、うんうん、いうことを言ったら国会でもその議論するようになりました、うんうん、言うと違うんですよね、はい、聞いてないふりして聞いてますからね、ええ、うん、いうことでですね、うん、まあ、まだまだ本当は話は尽きないんですけど、中見先生、あの庭に当たってありがとうございました。どうもありがとうございました。
日本には近代政党が必要だ。自分の生殺与奪の権を政治家に任せていってはいけない。ましてや官僚シンクタンクにしている政治家に任せたら何をされるかわからない。規制が増えたり税が増えたりすると政府の力ってどんどん強くなっていく。でそうすると自分たちの意思とは関係ない政治とか社会の意思決定がなされていく。それが環境に役立つのか役に立たないのかという人は一方でいたんですが、そもそも手続きとしておかしい。民主国家というのはこれ基本的に手続きの世界なんですよね。目的は一つで、日本が地球上で文明国として生き残るため。